や本当に柏以外のクラブを経験したことがなかったので、柏から小型留学ってなった時に、まあ、誰ってなったらしくてまあっちに行ってからは、まあ、ゼロからスタートしなきゃいけないくて、まあ、自分を知ってもらうところからスタートしなきゃいけないっていうところも含めて、まあ、私生活の部分でもプレーでも、まあ、本当にどんどん積極的にやっていかないと、まあ、認めてもらえないし、そういう経験をしてこなかった自分にとってはすごくいい経験になったなと思いますし、まあ、半年、まあ、試合出させてもらえてたんで、ずっと毎週試合が中心にある生活を送れてたので、そこはまあプロに入ってから初めての経験だったのかなと思うんで、まあ、すごく行ってよかったなっていうのは感じますね。結構ゆうたくんのプレーは自分のイメージの中で参考にしやすい部分はあるんで、まあ、常に視野広く持ちながらやりたいなと思いますし、まあ、ゆうたくんになりたいじゃないですけど、そこに追いついていくためには、まあ、頭整理しながら高いクオリティでやれるように、まあ、どんどん高めていけたらなと思います。本当になんかセンターバックでも嫌な選手にならなきゃいけないっていうか、攻撃の部分で怖い選手にならなきゃいけないと思いますし、まあ、本当に常に相手の嫌なところをつけるように、まあ、もっともっと本当にできること多いと思うんで、いろいろ試しながらやっていきたいなと思います。ピッチに立った時の求められることっていうのは本当にガラッと変わったなっていうのは思いますし、なんかそこで自分自身、まあ、今の監督に求められていることをこなすことで、まあ、幅は広がるのかなっていうのはすごく感じてるんで、まあ、このシーズン通してプレーし続けることで選手の幅としては広がるのかなっていうのは思うので、まあ、じれずにやり続けることが今の自分のためなのかなと思うので、頑張っていきたいなと思います。チームからの期待もそうですし、もちろんサポーターの皆さんも期待してくれてると思うんで、その期待に応えなきゃいけない、ただ本当に責任を持って覚悟を持ってやらなきゃいけないなっていうのは僕の背番号になって思うので、まあ、まだまだ4にはふさわしい選手になれてないとは思うんでまだまだ、はい、1年後このシーズン終わってみて、まあ、4番らしくなったなって思ってもらえるように、まあ、自分でも思えるようにやりたいなと思いますけど、ホームでサポーターの皆さんと喜び合いたいっていうのは本当に思うんで、サポーターの皆さんの期待に応えられるように全力でプレーしたいなと思うので、まあ、本当にこれからも、まあ、すでに熱い応援もらってますけど、今まで以上に応援していただければなとは思います。